老人が君に言いました残りの寿命を交わせてよ苦情なお苦情で顔人生をライン直したいと朝起きて食ってたたらりて寝て起きて働く毎日だそれなのに手放したくない理由を考えてみたよ体もたくなろうだろうし友達もいなくなろうだろうな恋愛もできなくなるようなそのダーロンじゃ増えないな僕が生きてるこの時間は孤獣の偽情の価値があるでしょ生きてるだけで丸儲けこれ以上何が欲しいというの老人が君に言いましたそれなら倍の役を下そうお子さん子供も好けるから校庭も仕事も好けるからさ50年が100億ならば年収2億の大富豪だでも好きな人は自分でさ見つけたいからいらないよ僕が生きてるこの時間は